要塞都市の話。要塞都市の話。ウクライナとかね、あとイスラエル、まあパレスチナのガザ地区とか、まあ、市街戦になってますけども、現在2023年の10月末ですね。市街戦になってますけど、よく市街戦になってて、ここがこういう風になってビルをこう一個一個ね、潰していかなきゃいけないとか、そういう解説とかね、ニュースとか見ますけども、普通の平野とか平原山地とかに比べて、市街戦は非常に困難であるという言われ方がしてますよね。守るのは市街戦をやりやすくて、で、攻め込むのが市街戦はすごい難しいと。なぜかっていうと、ビルのように高い建物はたくさんあると。で、コンクリートでできてると。だから、遮蔽物とか隠れるとこがいっぱいあるから、どこに敵兵が潜んでるのかわからないっていうね。これ平原だと、見りゃわかるから。で、なんか茂みとかあれば、そこを見ればわかるから。上から見れば、誰がどこにいるとかね、赤外線でわかるから。だから、敵がどこにいるのか見やすい、見通しがいいんだけど、市街戦の場合はですね、街だから、このビルとかね、いろいろ構造物たくさんあって、だから誰がどこにいるんだってね、わかりづらいっていう。で、上から見てもわかんないし。で、わかんないから、とりあえず進もうみたいな感じで進んでると、ビルの上からね、スナイパーに撃たれちゃうとか、それ全然ありますからね。だから足止めしやすいというか、足止めされやすいというかね、一気に市街戦の場合突破できないですね。もう後ろにこう敵をね、回しちゃうことになるから。だから、市街戦は困難であるみたいな。もし、市街地を攻略するんだったら、ビル一個一個ね、あらゆるフロアを探して、敵兵がいないかとか確認して、で、一個一個まあ、潰していくみたいなね。それやるだろうし。で、もっと言えばですね、市街地の場合は電気がまだ通ってる地域があると、それから水道もまだ通ってる地域、止めない限りは通ってる地域があると。だから兵士が、ね、立てこもるには最適なんですね。食料も備蓄すればできるから、ビルとかね。で、普通の民間人がそこ住むとこだから、民間人退避させてますから、兵士が代わりに住むことも可能ですよね。雨風でしのげるし、暖房だってね、やりようによってはできるからね。冬とか寒いとこ行ってくでも、何ヶ月も籠城できるというかね。はい。で、地下鉄とか、あと下水道の地下道みたいな通ってますから、そこから物資をね、供給して、何ヶ月でも何年でも住むことができると。だから、兵糧攻めに強いと言いますかね。周り囲んで、もう食料切れるの待つとか、弾薬切れるの待つことができないっていうね。で、やっぱ遮蔽物いっぱいだから、逃げるのも簡単だし、なんか運び込むのも簡単だし、とにかくこう、人が動きやすいというかね、夜間とかバーって動いちゃったりとかするだろうし、立てこもるならビルをね、立てこもるんで。じゃあビルをね、囲んで、攻めればいいじゃないかと思うんだけど、隣のビルから撃たれたりとかね、しますから。ただ、上から撃たれてすごい恐怖なんですよね。うん。で、それがね、市街戦の難しいところというか、そういう解説がなされてますよね。で、私はね、どっちが先なんだろうなみたいな感じで、ずっと想像してるんですね。つまり、現代的なね、先進国の市街地っていうのは、ビルがたくさんあって、で、コンクリートとかできてて、で、人が住めるように電気とかね、通ってて、で、地下鉄とか、ね、地下道とかもちゃんとあると。うん。で、それなりに、食料とかもね、備蓄がもともとされていて、民間人を、こう、避難させるだけで軍人が入ればそこ住めるし、あと、籠城も可能であるっていうね。だから、時間稼ぎがしやすいんです、すごくね。敵が攻めてきても、ビルを壊さないと、ビルを攻略しないと、そこを取ったことにならないからね。夜間とか撃たれちゃうから。だから、もう、そこを突破するの何ヶ月もかかるみたいな。時間稼ぎしやすいっていうかね。結局、最初に取るにしてもですね、すごいもう1週間とか2週間では取れないっていうね。うん。いうことなんですよね。抵抗があるし。で、偶然ね、都市、現代型の都市を作っていったら、
そういった籠城戦にぴったりのね、要塞のようになっていた。コンクリートだし。ということも考えられますよね。あるいは、都市計画をする段階で、ここね、民間人が住む都市なんだけど、万が一攻め込まれると。首都もそうですよ、首都もね。首都も最終的に首都を攻略しないと勝ったことにならないからね。全面勝利はね。だから首都もビルだらけにして、で、食料とかね、流通しやすいようにして、で、人も住めるようにして、で、地下道もつけて、要塞のようにしちゃおうかな、みたいな感じで。で、要塞って言ってませんけど、万が一の時要塞のように作れるように、こう、ごちゃごちゃさせておくとかね。道幅狭くしておくとか。うん。そういうこともやるのかな。あるいはヘリポートをつけておくとかね。ビルの上に。これは普通は病院でね、使うもので使ってるんだけど、まあ、万が一の時は負傷者をね、そこからヘリで運んじゃうとか。あと、ここに部隊が降りるとかね。できますから。うん。そういう裏の計画とかも万が一あるのかなと。私が都市計画をする人だったらそういう風にするなっていうね。戦争の時も、なんとか使えるようにしとくとかね、いうことですよ。で、そう考えるとね、湾岸沿いのタワマンってありますよね。湾岸沿いのタワーマンション。あれは、まあ、津波対策とかね、津波に生徒にとりあえず上がって、で、命だけは助かるっていうね。まあ、下ごちゃごちゃになってても、上に上がればね、まあ、命だけは助かるから、そこから避難すればいいからね。そういう意味もありますし、それから、もちろんその民間のね、人が住むから、湾岸沿いで海が見れる、ね、景色がいい、そういった、展望台のように、自宅が展望台のようになるっていう、そういうメリットもありますね。私はね、タワマンはね、湾岸沿いのタワマンは、こう、要塞のように使うのかなと。万が一敵が攻めてきた時、民間人それより避難しますよね。で、空になったタワマンに兵士がバーッと入って、で、そこ立てこもると。そうすると、ちょっとやそっとの空爆では、タワマンは壊れないし、それから、敵がね、小部隊で、ゲリラとかに入ってきた時は、タワマンのとこ上取っちゃえば、上からでも見れるからね。うん、で、下からもし上がってくるとしても、階がいっぱいあるから。だから、時間もかかるし、はい。で、万が一の時は上からヘリポートに逃げちゃえばいいから。ということでね、タワマンとかはね、私はね、結構考えられて、そういう軍事的な目的としてね、考えられて湾岸沿いに、作ってるのかなと。そんな風に思ってます。